皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、ユーロトラックシミュレーターをやっていきたいと思います。プロジェクトジャパンさんですね、久しぶりこちらのデコトラ使いまして、トレーラーはこの間ねご紹介しました三島物流さんのトレーラー元を今使用してやっております。いや、黒に黒なんでめちゃめちゃかっこいいよね、引き締まって。で、本日は何運びましょう。今私高山いるんで、高山から行けるものちょっとここら辺行きたいんですよね。ああいいっすね。あーでも近すぎるか。あー黒部いいっすね。ちょっとトマト運びましょう黒部黒部にちょっと向かっていきたいと思います。OK、左折ですね。じゃあ行きまーす。オッケー、大きく出ていくわ。オッケー。いやーこれねー、はい、了解です。結構画質も私上げまして、今 2K、 YouTube 上ではね HD だと思うんですけども、収録のこちらの画面の方は 2K にしまして、で、まあちょっとね、今後まあトラック、まあバスないしですけども、私まあ結構な数やってるわけですよ。で、まあもうちょっとね環境を整えたいということになりまして、環境を整えていく上でこの左右確認とかもなんですけど、やっぱフェイストラッキング入れたいんですよね。なんでまあそこら辺のね、今後の私のまあトラック環境をね整えていって、皆さんにもう少しリアルなゲーム実況をねお伝えできるようになれば嬉しいのかなと思っております。あーごめんなさい。ここですね、左だ。OK、 なんとか取れましたよ。気づくの遅いとやっぱやられるねこれね。さてどちらの方で、お出てなくない。あ出てましたね、危ない。よいしょー、こうじゃない。そして、どうでしょう。ダッシュします。ご注意ください。ダッシュします。ご注意ください。あー素晴らしい。ダッシュします。ご注意ください。ダッシュします。ご注意ください。こんな感じじゃない。ダッシュします。ご注意ください。あーいいんじゃない。おっと、これはドンピシャじゃないの。ちょっとこっちで。こんな感じ。あー、綺麗。まっすぐ。はーいと、じゃあエンジン止めて。トレーラーに積み込みます。はーいと、ナイス。じゃあ、行っちゃいましょう。実際の交通規制に従って走行してください。はいはい。狭いんですよね、ここらへん。よいしょ、ナイス。ではぐるぐると、ここは右折と、あー渋滞してますね、ここ。あ、これ前来たとこか。させてください、お願いします。はい、今日は電車が、あーいいですね。あはは、短期荷物運んでなかったね、残念。いやー本当リアルですよね、こういうとこ。サムネ撮っとこう。いやー綺麗っすよね。今ちょっとサムネ撮ったんですけど、はい、
綺麗。いやー久しぶりですよ、ほんと。まあプロジェクトジャパンさんとかね、配信で最近やってましたね。で、まあ、おっと大丈夫。おお、うまい、さすが。まあ、ちょっとね、ゲーム実況で今、モッド紹介なんて結構やっておりますけども、モッド紹介も、まあ、ちょっとね、一旦休憩じゃないですけども、ある程度落ち着いたので、まあメインのね、皆さん知りたいであろうモッドっていうものは、まあ結構ご紹介できたのかなと思っておりますので、まああとはね、ちょっとトラック配信、トラック実況、こちらの方ね、まあやってきながら、あ、間違った。ごめんなさい。ワイパーを間違って、直進方向です。動かしちゃいましたね。まあまあまあ、こちらの方もね、久しぶりに、まあバス、フェンバスシミュレーターも撮りまして、まあそこら辺の、まあ新しいゲーム、ちょこちょことやりながら、そこら辺もね、皆さんと一緒に楽しんでいければなと思っている次第でございます。まああとあれですね、あの車、一般車でね、結構いろいろ面白いの出てるんで、そこら辺でね、まあ走りながら、楽しんでやっていこうかな。一般車モッドなんつってね、また楽しいやついっぱいありますんで、まああとアメトラもね、久しぶりにちょっと撮りながらやっていきたいですよね。直進方向です。ここもね、前回、配信で通りましたけども、いやー相変わらずこのトンネルは狭いね。こちらで飛騨高山に到着して、このまま黒部ダムに向かっていくと、いやーですね、黒部なんつうものもね、大泉さんの「水曜どうでしょう」もね、サイコロの旅で、はい、直進方向でございますね。了解です。直進方向ブルーハートラック、いやープロジェクトジャパンさんもね、もう 1.43 になって、もうだいぶあれですね、リアルに。あ、お祭りが。飛騨高山のお祭り。また今度ね、夏になったらね、またこっちの方、毎年訪れようかな。配信かなんかでね。そういうのもいいですよね、ほんと。まったりとね、していくっていうのもいいと思います。いやー、いいねー。ここまたぐるっと抜けてって、新潟の方に、上越の方に向かってね、上越の方をね、またちょっとぐるっと回って、海側、富山抜けて、白山とかね、あそこら辺抜けて、今度、走っていくのもいいですよね、こう下道でね。そして今回ね、エコトラと三島物流さんのトレーラー、かっこいいので、黒と黒っていうね、あれもいいっすよね。今片輪走行だったんじゃない、今気をつけよう。危ない。いやー、いいね、スカディア。まあ、この間ね、モッド紹介で三島ガレージさんのスカニアの R でデコトラでオリジナルで作れますなんつってね、ご紹介しましたけども、あれでまあね、ほんとデコトラとか作ってV8 サウンドのモッドなんて入れてやった日にはもうだいぶかっこいいんじゃない？やりたいね。あと大丈夫、事故跡みたいになってるけど。いや、オッケー。タイヤ痕が
ずっとね、雪モッド入れて運転してたんで、タイヤ痕とかあんま見てなかったけど、タイヤ痕すごいね。よいしょ。いやー、懐かしいね。ここで一回ね、休憩しましたね、これ。バスかなんか来んのかな、これ。いや、まあ夏はね、本当に実際に私のあれですよ、ビストの乗鞍チャレンジで、本当にこのね、景色を、実際の景色を皆さんに多分ご覧に入れるんじゃないね。プロジェクトジャパンさんで走った道を実際にラバちゃんが運転をしてね、皆さんにご紹介するっていう企画。楽しいと思いますよ。はい、降りてきましたね。まあ、実際ほんとこんな感じなんですよね。まあ、この看板とかはね、ちょっとあれですけども。道の駅なんてありましたね。ね、帰りにね、ご飯なんて買ってね、やっていくわけですよ。はい、了解です。その先、右にレーン移動が必要です。左に行って、右にレーン移動するのね。大丈夫？本当に？相変わらず峠道と。まあでも夏あたりはね、ほんとドライブ動画出したいですよね。ぐるって行って、ちょこちょこっと見て、なんか美味しいもんでも食べて、帰ってくると。結構楽しいんじゃない？いやー、いいですね、ほんとに。こういうの楽しいよね。もうちょっとね、うまい具合にいろいろとね、私もね、もうすぐでチャンネル登録者は、ごめんなさい、なんかぶつかっちゃった。私もね、もうそろそろチャンネル登録者数も、まあ、2000人ということでね、まあうまい具合にね、ちょっと皆さんのおかげさまで、まあ、ゆっくりとではありますけども、まあ、成長していってますんで、まあね、こちらの方のコンテンツでも、ある程度の、まあ、成長遂げましたら、まあ、今年なんつうものは、まあ、結構ね、私も、時間割いて、まあ、企画やってっておりますけども、そちらの方もね、結構、ちょっと時間取って、なんか、大型のね、企画、やっていきたいんですよね。何日か使ってね、絶対楽しいと思うんですよね。いやー、いいね、高山来ましたよ。アルプアウザーじゃない、どこの、ターキーって書いてあるね。ターキーはあれじゃない、アメリカじゃない、ヨーロッパの、ね、ユーロトラックシミュレーターいうぐらいだから、ヨーロッパだ。あれ、ここ左って曲がれました？これ、これ曲がれませんでしたよね、前。ちょっとごめんなさい、試しに行ってみたいと思います。これ前行けなかったんですよ、これ。あー、すごい、これアップデートですね、皆さん。あー、すごい、これはすごい。いいなぁ。こういうのちょこちょこ見つけてくのもまたオツですよね。いやぁ、いいですね。この回ルート。いやぁ、いいじゃないの、いいじゃないの。ここまたまっすぐ行くなんつってね、これ。ああ、素晴らしい。
あー、いいっすね。あー、なるほど、ここに出てくると直進方向です。アルプス王座、さっきちょうど前にいた車ですね。あー、ごめんなさい。いやー、いいっすね、素晴らしい。みんな重いものを積んでるんで遅いっすね。川沿いを走るっていうのもまた気持ちがいいですよね、本当。早くね、本当に、まあ、ゲーム実況もそうですけども、実写でね、本当ドライブ動画撮れるような環境を整えたい。絶対楽しいんですよね。さて、富山戻ってきましたので、ここから、黒部に上越を目指して、乗っていくと。直進方向です。はい、了解でございます。いや、いいっすね。オートワールド。車屋さんね。まあ、直進ですね。いやー、いいね。つってももう残り13キロなんで、もう多分もうちょっとなんじゃないこれ。あっちゃん、富山黒部って書いてあったのに。さて、大丈夫かい。行きます。ありがとうございます。アオゲン。ここいつものガレージですね。私のメイン、富山の時のメインのガレージ。ここからまっすぐ行ってね、よくフェリーフトの方に向かって行く道、おなじみの道でございます。もう何回通ったことか。いや、いいっすね、こんな道を走るのも本当に気持ちがいい。あの時計トラはもう新しいんじゃない？赤黒なんてあった前なかったよね。あ、かっこいい。なんか軽トラにね、ボックスつけて、中にね、ちっちゃいキャンピングカーみたいにしてね、小屋立てて、いろんなとこ行くっていう、流行ってますけど、ああいうのやりたいんですよね。いやー、ちょっとほんと知り合いの車屋さんとか、これですね、まあ、YouTube 見てらっしゃる方とかいたらね、ほんとにこういう企画やっていきたいですよね。その先、右方向です。あ、右方向どうぞ。あ、最近の軽自動車ってかっこいいよね、ほんと欲しい。右ね、了解。いいっすねー、この景色。いいな、このバイパス。バイパスっていく感じ、合流します。さて、もう黒部にも近づいてきましたね。このまままっすぐ行って、あ、もう見えてきましたね。赤旗。私たちは今、赤旗に向かっていると。OK。いやー、いいっすね。あー、かっこいい。三島物流。
やーかっこいいっすね、絵になる。いやーいいね、かっこいいですよ。いやほんとかっこいいよねこれ、すげえ好き。やります。やっぱさ、黒なに黒のさ、あのトレーラーつけるってかっこいいよね。で、最近あのね、デコトラとかはクライアントさんのところでね、ちょっとご遠慮くださいなんて言われるなって言ってましたけど、もしかしたらワンチャンこれぐらいだったらいけちゃうんじゃない。ね、かっこいいよね。もしくはね、やっぱデコトラファンなんてやっぱいますんで、逆にあれじゃないの、宣伝になってね、いいんじゃないの。まあでもやっぱあれか、魚市場とかああいうやつだったらね、いいのかもしれませんね。日本の独特のね、最近の企業さんではなくて昔ながらのだったらいいんじゃないかな。ほんと見なくなりましたからね今。オッケー、これも会社さんじゃないの。まっすぐ奥側に止めろぞ。まもなく左方向です。はい、了解でございます。こちらね、左方向です。はい、と曲がります。あ、ニチレイさんね、いいじゃない。ニチレイといえば餃子。今度ね、あの餃子でやっていこうかな。あ、ちょっと待って、なんで勝手に今ウインカーが鳴りましたけど。 OK、 目的地周辺、はい、と、じゃあパック入れちゃいましょうか。どこに下ろしてほしいんだ。 OK、 頭ありましたね。こっちに綺麗に、華麗に入れちゃいましょうか。よいしょ。お、あれじゃない、この音は愛戦車。車が動きます、ご注意ください。あ、オッケー、バックします、ご注意ください。綺麗に入れてきますよ。角度で。ああ、でもちょっとあれか、こうですね、してゴロッと持っていって、あ、ありがとうございます。待って、あー、ちょっとまっすぐか、緑になってんだけど、ちょっとね、もうちょっと綺麗に見たい。これぐらいでいいかな。もうちょっとこの頭をね、まっすぐにしたいね。はい、いいか。オッケー、合理的エクセレントじゃなかったね。まあしょうがない、もうちょっとあれまっすぐにすればよかったのかな、わからんけど。はーい、午後4時半、いい感じのあれですね、時間帯。いやー、でもかっこいい。三島物流さんのこのスキン。でね、この、エコトラ。いや、ほんとかっこいいっすよね。合う。ほんとに合う。まあ、こちらの方もね、ほんとに、まあ、ちょこちょこと、いろんなね、あのスキン、トレーラーつけながら、まあ、ちょっと増やしてやっていこうかなと思っておりますんでね。まあ、引き続きね、あの、楽しんで、やっていきたいと思います。これトレーラー結構長いんですよね。運転もちょっと難しくなったんで、これでちょっと慣れてね、もう少し難易度高いやつを今後やっていければなと思います。はい、それでは皆さんね、また次のユーロトラックシミュレーターのプロジェクトジャパンさんでお会いいたしましょう。ではでは、みんな、愛してるぜ。